ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。 OHCHR 国連人権高等弁務官事務所は、現地時間の2月15日、マルズキ・ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者による最新の報告書を公表しました。この報告書では、特に拉致を含む人権侵害の被害者及びその家族のために、韓国及び日本との二者間対話に真摯に取り組むこと、及び二者間の合意事項を履行することを求めています。また、国連加盟国に対しては、安保理による北朝鮮の事態の国際刑事裁判所への付託を含め、北朝鮮の深刻な人権侵害に関する責任者の説明責任を確保するための具体的な行動を取ることを要請しています。加えて、報告書では、北朝鮮における人道に対する犯罪に関して、責任追及の方法を勧告させることなどを目的とした、独立した専門家によるグループの設立が新たに提案されており、3月14日に開催された国連人権理事会のインタラクティブダイアログでは、こうした提案について各加盟国及び NGO との間で建設的な議論が行われました。日本政府としては、同報告書は拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けた国際世論を高めるものであり、同報告書の人権理への提出を歓迎するとともに、ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者のイニシアチブを高く評価します。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉一教授に解説していただきます。3月28日、継続する北朝鮮の軍事的威嚇について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。北朝鮮の国際社会、特に韓国に焦点を合わせた軍事的威嚇というものが止まりません。3月3日と3月21日には多連装ロケット砲を北朝鮮は発射しました。3月10日には短距離弾道ミサイルのスカッドを発射しておりますし、さらに
中距離弾道ミサイルのノロンの発射実験も3月18日には行われております。3月25日には韓国の大統領府チョンワデを標的とした長距離砲の演習というものを実施したんだという、まあ、そういう報道がなされもしました。まあ、こうした中で中距離弾道ミサイルのノロンについてはですね、まあ、韓国だけではなくて日本も威嚇しようという、まあ、そうした意図が伺われますけれども、まあ、いずれにせよ米韓合同軍事演習のキーリゾルブ、フォールイーグルが3月7日に開始された後の北朝鮮の軍事的な威嚇、脅し、まあ、そして抗戦的な言辞と発言というものは、まあ、主として韓国に向けて行われていると言ってよろしいと思います。この韓国に向けた脅しと威嚇であるということが従来とは異なるがゆえにですね、まあ、非常に注目されるということになるわけでありますが、まあ、2月23日に朝鮮人民軍最高司令部が発表した重大声明で、北朝鮮は初めてアメリカよりも先に韓国の大統領府朝和でと、まあ、反動投資機関と呼んだところをですね、第一次打撃対象ということに設定しました。アメリカよりも先に韓国を攻撃の対象にするという、まあ、そういう発言といいますか宣言でありますが、まあ、これは初めてのことですし、この時から韓国に焦点を合わせた軍事的な脅しというものを、まあ、北朝鮮はかけ続けていると言っていいと思います。もちろん北朝鮮がそうした姿勢を崩さないのは2月16日のパク・クネ大統領の韓国国会での演説に、まあ、北朝鮮が極めて大きな衝撃を受けたためであるということはもう間違いありません。2月16日の演説でパク・クネ大統領はケソン工業団地の完全閉鎖、あるいは完全撤退ということを、まあ、間接的な表現ではありますが明確に宣言しました。まあ、これで、まあ、北朝鮮は昨年の数字で言えば約27億ドル分の貿易というものを失うことになります。この27億ドルという金額は中国と北朝鮮の間の貿易の、まあ、約半分に当たる量でありますから相当膨大な量になるということですし、北朝鮮が経済的に大きな衝撃を受けると、打撃を受けるということは、まあ、これは無理がないと言っていいと思います。しかもパク・クネ大統領の頭には北朝鮮体制、金正恩体制の崩壊、あるいは九州統一、制度統一といったシナリオがある可能性も指摘をされております。まあ、こうしたことは北朝鮮にとってみますと大変恐ろしいことであると。で、まあ、韓国が北朝鮮体制を潰してですね、九州統一を目指すというそういう可能性があることに対して常に北朝鮮は懸念をしてまた備えなければいけないということになるわけですから、まあ、こうした韓国の非常に強硬な姿勢というのは北朝鮮にとってみますと大変大きな懸念、脅威、そして負担になっているということが考えられますので、まあ、そうした事情が3月に入って以降特に北朝鮮が必要に繰り返しております韓国に対する軍事的威嚇と軍事的な脅しの背景にあると言っていいかと思います。で、まあ、しかし北朝鮮のこの発言、脅しといったものをですね、まあ、具体的に検討すれば、まあ、明らかなわけでありますが、北朝鮮が実際の軍事的な行動に移ることについての可能性は非常に小さい。まあ、北朝鮮は極めて慎重であると言っていいだろうと思います。まあ、例えば、3月15日の朝鮮中央通信の報道で紹介された金正恩第一書記の発言というのがありますが、それはその良い例になると言ってよいかと思います。金正恩第一書記は、まあ、早い日時内にですね、核爆弾の爆発実験と核弾頭装着可能な、まあ、いろいろな種類の戦略ロケット、まあ、戦略ミサイルでありますが、試験発射を
断交するであろうと述べたと、まあ、この3月15日の報道では言われたわけでありますが、ここで金正恩第1書記は実験を断行すると断定していないわけであります。断行するだろうと曖昧な表現を取ったと、まあ、つまり少なくとも近いうちに実験を断行することはないということを、まあ、示しているわけでありまして、こういう点からしましても、この3月から4月にかけて言葉は強烈だけれども行動は、まあ、慎重と、まあ、それが続くんではないかと、まあ、あと1ヶ月以上時間がありますが、まあ、北朝鮮の姿勢は慎重な線を踏み外すことはないと、まあ、その可能性が高いと考えられると思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは全ての拉致被害者の安全を確保しすぐに帰国させること、そして北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること、さらに北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど、北朝鮮に対してさまざまな圧力を加えています。また二国間会談や国際会議の機会を利用し各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか拉致被害者に関する情報収集や拉致の可能性を排除できない方々の捜査・調査を行っています。日本政府は拉致問題を解決するために北朝鮮に経済協力を行う考えでしょうか。政府は拉致問題の解決と引き換えに北朝鮮に対して支援を行うという考えは一切ありません。一方で日朝間の最大の懸案である拉致問題をはじめとする諸懸案が解決し、日朝国交正常化が実現すれば日朝平壌宣言にのっとり北朝鮮への経済協力が実施されることになります。拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また拉致問題は被害者がいる国、いない国を問わず国際的に追及すべき人権問題です。このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。国連の人権理事会では2014年3月、北朝鮮の人権状況に関する調査委員会の報告書の内容を踏まえた決議が採択されました。
また国連総会本会議では2014年12月10年連続10回目の北朝鮮人権状況決議が採択されました。このように日本政府の働きかけもあり、北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者田口八重子さんのご家族のメッセージをお送りします。このメッセージは2015年6月に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。最初に八重子さんのお兄さん、飯塚繁雄さんのメッセージです。それではお聞きください。この拉致問題が皆様も相当長い間話題になっていて、今現在も解決しておりません。私の妹田口八重子も、もう37年前北朝鮮によって拉致をされてしまったということで、非常に人生の一番大事な時期を奪われてしまっているわけです。一刻も早く家族のもとへ帰して、家族同士が抱き合う姿、これは私もいつも夢に見ております。私たちはもうすでに忍耐の限界を過ぎてます。なんとか解決の兆しが見えるように、皆さんと共に戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて、八重子さんのお兄さん、本間勝さんのメッセージです。私は田口八重子という川口からいなくなった私の一番下の妹を拉致被害者として北朝鮮に連れて行かれている現状から救い出すために、私たちはこのような後ろにあるような運動をしています。私たちはなかなか妹をふるさとに取り戻せない現状について本当に悲しい。みんな支援してくれている人たちもそういう気持ちで助け出すのに本当に必死になってやっております。また北朝鮮に対してのそういう日本国民の怒りをアピールすることもできますので、本当にそういう支援をですね、今こそ盛り上げていただきたい、そういう思いでございます。最後に、田口八重子さんの息子さん、飯塚浩一郎さんのメッセージです。我々家族は30年40年という長い月日、私たちの家族に会ってないんです。これは怒って当然なんです。ですので、この怒りを北朝鮮に向けたいと思います。田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのご家族からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週はアグネスちゃんの草原の輝きをお届けします。それではお聴きください。「
アグネスちゃんで草原の輝きをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz、夜11時30分および深夜1時からは、
周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。